アーロン・ベンジャーミン・ソーキンは、アメリカ合衆国の劇作家、脚本家、テレビプロデューサー、映画監督。実話をベースとした、会話劇、法廷劇を得意とする。1983年、シラキュース大学で、ミュージカルの美術学士を修了。俳優を志した積みを重ねるが、その後議局の執筆に転身。軍事裁判を描く、アフューグッドメンが、 デイビッド・ブラウンの目に留まり、走行段階で映画化の契約を結ぶ。キャッスル・ロック・エンターテインメントは映画化にあたって、送金自身を脚本家に抜擢する。ロブライナー監督、トム・クルーズ、ジャック・ニコルソン主演で1992年に公開され大ヒットを記録する。送金はさらに、冷たい月を抱く女、アメリカン・プレジデントと、キャッスル・ロックで脚本を散策・執筆している。 1990年代中盤にはシンドラーのリスト、ブルワー,ースなどの作品でスクリプトドクターを務めた。1998年 ABC で放送されたシットコムスポーツナイトを企画しテレビに進出。1999年には NBC の政治ドラマザ・ホワイトハウスで脚本とプロデュースを担当。2003年に降板するまで プライムタイムエビー賞ドラマ部門作品賞を4年連続で受賞した。2006年、スケッチコメディの舞台裏を描く、スタジオ60オンザサンセットストリップが ABC で放送。高かった、期待値と全評判とは裏腹に、視聴率、批評とも不振に終わり、ドラマは1シーズンで打ち切りとなった。2007年末、マイク・ニコルズ監督、トム・ハンクス主演の映画、 チャーリー・ウィルソンズ・ウォーで、久しぶりに、映画の脚本を担当。同年には、自身の映画脚本の舞台化、ザ・ファンズ・ワース・インベンションで演劇に復帰する。2010年、マーク・ザッカーバーグらによるフェイスブックの創業を描いた、ソーシャルネットワークで脚本を担当。第83回アカデミー賞の脚色賞を受賞した。2011年には、同映画のプロモーションのため、 ジェシー・アイゼンバーグと来日して、東京国際映画祭における、グリーンカーペットに登場した。2015年、アップルの創業者、スティーブ・ジョブズを描いた映画、スティーブ・ジョブズの脚色を担当し、第73回ゴールデングローブ賞の脚本賞を受賞した。2017年、モリーズ・ゲームで、初めて映画の監督を務め、第90回アカデミー賞の脚色賞に、 ノミネートされた。2020年最新監督作シカゴ7裁判がネットフリックスで配信。大統領選挙に合わせて劇場公開する予定だったが、新型コロナウイルスの影響で困難となったため、急遽ネットでの配信に変更された。ありがとうございます。